どうも皆さん、ともよしです。よく学生に日本留学について質問されるので、今日は関西外語専門学校の八木先生に直接聞いてみましょう。はい、どうもこんにちは。こんにちは、関西外語専門学校の八木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず質問、関西外語専門学校はどこにありますか？ですね、学校は、大阪の天王寺というところにあります。天王寺なんですけれども、有名な難波とかですね、道頓堀から少し南の、場所です。で、学校は天王寺の駅から、300メートルぐらいですね、歩いて 3,4 分で、学校まで行くことができます。じゃあ結構便利な場所ですかね、大阪の中でも。そうですね、周りにはショッピングモールとか、百貨店ですね、がたくさんありますし、飲食店ですね、レストランとか喫茶店も本当にたくさんあるので、毎日ランチとかは全然困りません。いいですね、楽しそうですね。アルバイトとかにも非常に便利な場所です。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあ皆さん、また一緒に日本語を練習しましょうね。